ちょっと待ってね。ちょっと毛につけるものを持ってくるね。よーし。入れた。入れた。おいしょ。待ってね。よい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 しょ。わあ。よいしょ。ちょっと気につけるね。やっほー。お。変わんない？変わんないね、あまりね。そう、時計ね、ずっと止まりっぱだよ。なんかちょっと斜めってるよね。なんで、なんかね、このね、あ、来た来た来た。ハエじゃないんだからって来た。ハエってそうよくやるよね、手足ね、ヒューヒューってするやつ。うん、完了。あ、まだでした。オッケー、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 癖、癖じゃあってね。よし、完了です。ちょっと今日は巻きすぎましたね。あ、そう、あれです、あれです。あの毛をね、暗くしたんですよ、ちょこっとばか。でもね、なんかこう見ると明るく見えるよね。なんかね。実際に見るとね、もうちょっと暗め。うん、あんま伝わらないかもしれん、多分。眉毛、あ、そう、眉毛ね、全剃りじゃなくってね、眉尻がなくなっちゃった。でもそう、でもね、あれなの、メイクでなんとか、ほら、存在してた。びっくりしちゃった、なんかね、あの、整えようと思って、自分でちょいちょい整えてたんだけど、気づいたら眉尻が遅くなってて、はえーってなっておりました。整ったよ、そう、眉毛ね。いや、そうなの、メイクって素晴らしいでしょ。そう、なんかもうね、これから私は眉毛をメイクしないで外にしばらく出られませんということで、しっかりメイクすることを誓います。そう、今日はですね、そう、ママとね、お買い物に行ったんですよ、久々に。そう、ウィンドウショッピングっていうのかな。そう、めっちゃ買っちゃった。そう、昨日メールでもお話ししたのだけれど、なんか物欲がね、本当に今ものすごくて、今年最大買ってぐらいの物欲でめっちゃ買っちゃったよ。何買ったっけ。そう、めっちゃ可愛い T シャツをゲットいたした、いたした。ね、早く着たいなと思って。あ、ウィンドウじゃないか、なんて言うんだろう、なんて言うんだろう。あ、見てるの、初知りです。なるほどね。あ、じゃあもうショッピングだ、これは。そうだそうだ、ショッピングした。あ、そっか、そうだよね。普通のショッピングでした。そうだった、そう、ショッピングしてもうた。そう、楽しいね、お買い物楽しいよね。うん。T シャツをね、買いました、2つ、2着、あとスカートも買っちゃった。さあ、でもね、こんだけ買っといてまだ物欲があるの、どう思う、みんな、どういうことだと思う。びっくりしちゃった、自分でね。割と結構買ったと思うのだけれど、まだ欲しい。どうしよう、物欲マンですね、今ものすごく。みんな買ってる、お買い物してますか。もうね、欲しいのだらけなのね、物欲です。
ストレス溜まっているの。ストレス溜まるとお買い物したくなるの？そうなのかな。なんだストレス溜まってんのかな。どうだろう。でもね、なんか全然、うん、多分ね大丈夫。多分寝たらね忘れてる。なんでだろうね。確かに。でもなんかお買い物するとストレスが発散ってするっていうのよく聞くかも。うん。優しい。靴なら買ったいいな。そう、靴も今狙っています。なんかサンダル、スポーツサンダルっていうのかなをね欲しいんだよ今ね。いろいろ見てるんだけどね、どこのがいいのかしらって。夏だね。なんか夏のものって本当にワクワクするね。なんかメイクのさ、コスメっていうのかな、コスメとかもさ、なんか夏っぽい色ってあるじゃない。めっちゃパキッてしたオレンジとかね。男は黙って裸足。でもね、思った、もう裸足がいっちゃん楽なんよ。夏はねいっちゃん涼しいね。だからもう本当に最近もう本当ずっとサンダルをね履いております。なんか靴下とかを最近もう履かないでサンダルを履くだけになった、暑すぎて。うん、ねえそうなの、いっちゃん涼しい、涼しがね。うん、男は黙って下駄でしょ。あらあら、古風ね。下駄も素敵だよね。そう、でもね、そうやっぱさ、ギターとかさってなるとさ、お祭りを感じるよね。お祭りね、今年みんなのとこどうある？お、つぐみサンダル生えてる、嬉しい。かわいいっしょあれね。あれ結構意外と履きそうじゃない？嬉しい、ありがとうね。え、浴衣とかね着たいよね。そう、でもね、今年は撮影で2回着ました浴衣を。もうすでに早いね、もうそんな時期なんだってね。え、お祭りないよね。私もそう、花火もね、いやー行きたいね。ねえ、そうだよね。あ、そうなんですよ、ボムさんで一回来させていただいて、もう一つはね、そう、何もしようかな、写真でね、発売を楽しみにしていてください。ねえ、そうだよね。つぐつぐのショールームが祭り帰りだった、やった。お祭りを感じる？え、大丈夫？嬉しい、ありがとう。よかった。それならよかった。じゃあちょっと夏をね、ちょっと感じられるように頑張ってみるね。ほいさほいさって。なんかお祭りでさ、踊るやつあったよね。扇風機つけよう。聞いて、お兄ちゃんの扇風機ずっとパクってるの私。ね、かれこれ多分2週間近くパクりっぱなし。ホイサーオグマ。そう、ホイサーホイサーって、そう、ずっと借りてるの、めっちゃ涼しくてさ返せない、もう手放せない。パクっちまった。うん。お兄ちゃん涙目。うん、そう、でも聞いて、ちょっとこれはね、ちょっと伝えたいみんなに。兄ちゃんのねお部屋にはエアコンがあるのですよ。うん、でもね、私のお部屋にはエアコンがないの。だからね、パクっちゃった。そう、もうね、やっぱりね、エアコンと扇風機なしだと暑くって、やっぱり
いいでしょ。そうなの、私の部屋にエアコンがないの。そうねえ、暑いんだよね多分ね。そうなんか私結構前まではその自分の部屋で寝ることが少なくって、ずっとパパとママと寝てたのね、下の部屋で。でお兄ちゃんは結構割と早い時からそう自分のお部屋で一人でこう寝るようになって、そうだからね、そうなの、エアコンがいるねってなって多分ついたんだと思う。そうだからね、私はそうで、やっとこう最近ね自分のベッドで寝るようになりまして。そうでも聞いて、これがさ、そうママとパパが恋しいからっていう理由だったらアイドルとしてさ、そう完璧じゃない。なんだけども私の場合はですね、ベッドが物置になってたんですよ。最近までね。そうだからね、寝るにも寝られない状態でしたのよ。そうでもそう、最近というかこの期間でね、やっとこうベッドの上も片付いたからね。そうやっとこう、そういうわけなのですよ。ちょっとパパとママが恋しいで突き通したらよかったかな。そう実はそういう理由でして、そうなの、しばらくね、そうなの、物置になってた。そうそうそう、物理的に寝れないっていう。そうなのよね。そうちょっとね、エアコン欲しいねお部屋に。知らんわ定期。本当に知らんよな本当に。そうなの実はね。うん、そうすごいね、この扇風機を今年の夏は愛用します。かっこ兄の。ね、低いでしょ、堂々とパクってます。ね、暑い、もうなんかすっかり夏だよね。でもなんか新潟はね今結構雨のことが多くて、みんなエアコンつけてる？でも待って、まだ今7月でしょ？どうしよう、8月どうなると思う？やばいよね、今つけちゃったらさちょっとまずい気がしてきてるよ。つけてる、あーよかったよかった。そう、もうないとさ私ダメで。ね、本当にね、どうなるんだろうね夏ね今年ね。8月は溶けます。わかる、もう本当にそのレベルよね。もう溶けそう、もはやね、カピッカピになってるかも、なんか欲しいもんみたいになってるかもね。そうなの、6月から暑すぎてる。そう本当にそれなのよ、本当にびっくりしちゃうよね。もう6月の結構最初のあたりから割とエアコンやら扇風機やらつけ始めてて、恐ろしいね、あっという間だね。うん、やっぱりね、でも今年やっぱ暑めだよね。その去年の冬もなんかあんまり雪が降らなくって、今年はそう珍しくね。だからね、今年絶対夏やばいねっていうのをね友達と話してた。そうそう、うん、なんかどうなっちゃう、どうしよう、ちょっと今日にしよう。うん、そう積もらなかったんだよね、珍しくね。そうそう、夏だね、あつ森。うん、あファッション見せていいよ、いだだだだ、今日はちゃんとパジャマじゃないよした。
パンツ系の格好してます、珍しく。そう、最近結構ね好きなんだお、まつげ嬉しい。おパンツおパンツですそうそう、ね、そう、これ何語だと思う？分かんないんだよね、私も。アモーレみたいな、アモーレボンジョールのみたいな感じちょっとよくわかんない。そう、意外とね、 T シャツのこの文字あるじゃない、英語文字、これの訳調べると面白かったりするんだよね。ね、フランス語か、アモーレ。そう、ちょっとね、これの T シャツは訳を分からずに着ておる。あ、フランスか、いいね、フランス語おしゃれね。ちょっと調べてみようかな、あとでね。そうなの、結構ね、そう、このね、恥ずかしかったりするんだよね、実は意味が。私の服リズムが大事って書いてあるどういうことそうね、まあリズムは大事よね面白い。そう、なんかそう、面白いんだよね、結構。意外とさ、こう英語、英字っていうのかな、で見るとめちゃめちゃおしゃれじゃない。そう、けど日本語でこう訳してみるとすごい恥ずかしいこと書いてあったりねするんだよね。あ、ハッピーだって、この下。ありがとう、調べてくれたの。あ、この上はラブだって、めっちゃ素敵じゃないね、全然恥ずかしくなかった。ラブハッピーらしい最高。え、素敵だね、ラブハッピーだって、平和な T シャツだねらしいです。嬉しいね、よかった。よかった、変なのじゃなくてね、ちょっと今公開処刑だったね、変なのだったらちょっとねよかったよかった、ラブハッピーです。いいね、素敵だね。えちょっと、え、調べてみようね。え、 T シャツいいね、よいしょバンされる可能性すらあるちょっとね、ちょっと際どいところもあったらね、まずいね。よかった、いいのでじゃあこれからもう胸を張ってこの T シャツを着ようと思います、今年は素敵だね、ラブハッピーそうそうそう、なんか最近ね、そう、 T シャツが本当に好きで、ロゴ T とかプリント T シャツとか、そう、すごい欲しくって、そう、でもなんかどこのがいいんだろうと思って、今そう、自分で作れたりするじゃない、アプリで。そう、だから作ろうかなとも思ったりしたんだけど、どう思う？みんな作ったことある？そうそうそう、オーダーメイドっていうのか。うん、何色が好き？でも白いのがめっちゃ多いかもしれない、ほぼ白かも、 T シャツ。うん、ね、なんかさ、今いっぱい流行ってるじゃない、刺繍したりとかさ、こういうプリントできるやつでこうベリーってしてプリント T シャツ自分で作れたりね、そう、今ね気になっております。そう、でもね、そうこの前そうストーリーだったかな、でも話したんだけど、そう、親友ちゃんのお誕生日にね、そう、そのお揃いの刺繍で自分でこうチクチクして作った T シャツをあげようと思って一式ね買ってきたのよ、糸やら針やら。そうで、買ってきてみてこうやってみたのだけれどまあ悲惨でなんかよく TikTok とかでこう流れてくるのはめちゃめちゃもう綺麗に売り物みたいになってるじゃない。
で、それを見て私は勘違いしてしまって、あ、え、私にもできるんだと思っちゃったんだけど、びっくりしちゃった。ほんともう何、中学生のお裁縫の授業みたいな感じになっちゃって。そう、しかも中学生の頃、その結構その中1にかな NGT に入ったんだけど、そう、結構家庭科をね受け入れてないことが多かったんだよね。それで、そう、全然その縫い方の種類とかを知らなくて、本当になんて言うんだろう、並縫いっていうのかな、それしか知らないレベルで、そう、私はてっきり並縫いをしてちゃんと玉留めをしたらちゃんとあんな風になるんだと思って、それを信じてやったんだけど、そう、ちょっとねだいぶ違くてそう、いやー、ちょっとねハードルがめちゃめちゃ高かった。簡単そうに見えて、そう、いろんな縫い方あるのよ。そう、え、中学卒業できたのできたわいしっかり、もう今高3だよ。ちゃんとできたんだよね。そうなの、そうなのねえ、そう、びっくりでしょ。確かにミシン、それミシンが一番だね。あ、確かに、確かにね、あ、ミシン買おっかそうだね、そうだわ。そう、めっちゃ難しいんだよね。すごいびっくりしちゃったそう、裁縫、小学生も卒業したのはちょっと舐めてるよねそう、ちゃんと卒業してるよ全部ねねえ、やっぱミシン簡単だね。そっか、そう、ミシンは中学校でねちょっとやって、そう、受け入れたんだよ授業。そう、だからね、多分できるはず。ボビンだっけみたいなのをすごい覚えてるねえ。本当にそう、卒業させてくれた先生に本当に、そうなの、大感謝だよねもう本当にね、先生がものすごくあったかくって、中学校の、そう、小学校ももちろんだし高校ももちろんだし、そう、なんかすごい、その中学校の校長先生がものすごくこう、そう、理解してくださっていて、たくさんお世話になったんだ。あ、そうそう、チャコペン懐かしいね、やってたな、懐かしい。そう、いや本当にね、そう、最近なんか改めて思うんだけど、なんかものすごく本当に周りの方にめちゃめちゃこう、なんて言うんだろう、恵まれてるって言い方で合ってるのかな、本当になんか今までこう関わらせていただいた方が本当にいい方が多くて、そう、本当にね、なんかすごい定期的にそれを思う。ね、そう、ファンの皆さんもそうだし、なんかすごいよね、本当にね、優しい周りの方々が、本当にね、そう、中学校の先生が本当に面白くて優しくて、なんかそのたまに行けない時とかもあったのよね、結構中学校にお仕事でね。そうで、本当なんかちょうどその頃セカンドシングルだったかな、そう、発売の時で結構忙しい時があったのね。そうで、久々に学校が行ける日があって、行った時にもう先生がそれをチェックしてくれてて、大人になる前に歌ってくれてそう、お前センターだったなって言ってくれたり、そう、めちゃめちゃ詳しく見てくれてて、そう、びっくりしちゃった。なんかそんな知ってくれてると思わなくて、そう、学校行くたびにその何、その時にあった出来事とかを全部知っててそう、
なんか周りの先生とか、あ、私もそれ見ましたとか言ってくれてすごい優しいよね、本当にたくさん応援してくれてて、会いたいな先生。中学校たくさん思い出あるよね。ねえ、いい先生なんだよ。そうなんさ。ねえ、嬉しいね。ありがたいね、本当に。元気かな。なんかすごい、全然やっぱりさ、高校生になるとさ、なんていうの、友達もそうだけどさ、会えなくなっちゃうじゃない、結構ね。それでは聞いてくださいディアマイティーチャーやだ、恋しちゃうの面白い、大好きディアマイ、恋に発展しちゃうっていうね、まさかのね、ねえ、本当にそうなの、いい先生方に。あと友達も本当にみんな好き、みんな優しくてさ、本当になんかすごいね、あれだったんだよね、中1の時にそう入ったんだけど、そうすごい、本当はあの、そうオーディションにね、そう応募したんだ、パパだったの実は。そうで、私はそうただただいきなりね、ある日写真を撮られて、2枚撮らせてって言われて、全身とここの写真を撮って、何かと思ったらね、そうそのオーディションに応募されていたのですよそうで、その時ね、ほんと中1の何月かな、春か夏の始まりくらいかな。そうで、ちょうどね、お友達ともだんだん新しいことも打ち解けてきたというか、そう仲良くなれてきて、そう、あとソフトボール部に入ってたのね、その時で、ちょっと頑張ろうって時だったから、本当にね、私もう本当に反対をしたの。なんかそう、もう泣き叫んで、やだ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 ってすごいね言ってたんだよね。なんか多分そのやだやだの一番の要素が、そのオーディションにね、こう応募したことによって、もしかしたらね、お友達がね離れちゃうんじゃないかなとか思っちゃってたんだよね、中1の時。そうなんだけどね、そうすごい、その合格発表があってから、初めてそう学校に行った時に、なんか思ってたよりもものすごく暖かくって、そう先輩もね、本当にね、なんか本当に素敵なお友達だらけで、なんかいいのかしらってなる、本当にめちゃめちゃ。あとあれなんだよね、お披露目とかもね、そう友達が見に来てくれて、実はそうすごいたくさんバーっていたんだけど、一生懸命ね、そういつもよく一緒に仲良くしてくれてた8人組かながいるんだけど、そういっぱい来てくれて、みんなでこうジャンプして手振っててそうめちゃめちゃ思い出だよねっていうのを今思い出したね。改めてなんかすごく、なんだろうね、本当に私にはもう、もう何、恐れ多いくらいの素晴らしい方々が周りにたくさんいてくださってね、ファンの方も本当にそう、なんか本当に優しいよね、ありがたい。なんかとってもね、いつもツイッターとかね、そう返信メールとかね見てて、いつもねあったかくなる、ポカポカって感じですそうありがたい。そしてね、私はね、このショールームのね、みんなのコメントがめちゃめちゃ好きでものすごい面白いよね。なんかみんなのギャグセンスもめちゃめちゃ好き優しいね、本当にね。え、通があったかい人だからだよ。だってなんかそう言ってくれるのもめちゃめちゃ優しいよね、ありがたいね、あったかい。わかる？わかる？そう。めっちゃ面白いよね、コメントね。本当に面白い。
あとなんか、なんかちょっとしたセンス、あの岐阜、自負とかね、あとリプでね、たまに面白い画像を貼ってくれたりするのが本当に面白くて、そうギャグ戦ね、沼津組ちゃんがよくボケるからだからボッキボキしてるからかないやー面白いのよ本当に。あ、そうかも、でもツボが浅いっていうのもあるのかな、確かに本当にね、みんな面白い、本当にめちゃめちゃ好きそうそうねえ、だからすごいね、会いたくなるんだよね、めちゃめちゃ会いたくなります、見てるとねえいいボケにはいいツッコミで返さないと、ちょっとね本当にちょっとツッコミ鍛えとくね鍛えなきゃねえ、なんかいっぱい嬉しい報告 したい、頑張ろうって思える、みんなのおかげさまでありがたいね。あら、10日で二十歳おめでたい、すごいね、二十歳ってすごいよね、なんか急に大人ですって感じするよね。じゃあお酒飲めちゃうんだ、そっか、おめでたいね、あと5日か、そうだね、お祝いだね、ねえつゆのついた大喜利本当に面白い、コメントリップ本当に、うぐまつぐみちゃんにはどうボケても絶対滑らんだっていや多分ね面白いんだよ、めちゃめちゃ面白いからそうだと思う、絶対滑んないそうわしはバックトゥーザ二十歳ですバックトゥーザね面白い本当に、私も早く二十歳なりたいな、うん、そうなの、角が二十歳なんだよ、びっくりでしょ、私はまだ信じてないからねっていうのを角に何回も言ってるそうねえ、本当になんか早いでしょ、なんかびっくりしちゃうよね、うん、あ、意見の新規でした嬉しい、なんかそう、意見の新規ですって言ってくださる方がいっぱいいてなんか嬉しいよね、ちょっと恥ずかしいけどめちゃめちゃ嬉しい、懐かしい、あの時いくつだろう、13、14くらいかな、嬉しいね、知ってくれてありがとうだよね本当にそう、なんかなんちゃら新規って言葉あるじゃない、アイドルに、なんか嬉しいよね嬉しくなっちゃうね、いやー早いね、嬉しいわ本当に、3年前、恐ろしい恐ろしい、僕は朝配信新規、あ、嬉しい、朝配信ね、そう、ここ最近もうずっとしてないからね、またしたいな、ちょっといつかしようかな、どうしよう、なんかいつがいいかな、でもやっぱ平日だとみんな起きてるかなね、お仕事とかで結構起きてる方多いもんね、そうしようかな、いつかするよって言って忘れるんだよねそう、いつかいいね、朝配信ねしようかな今度、うんフ成人式新規です、え、誰まだ17やけどなるほどね、もう未来が見えてるということで二十歳でねファンになってくれるのかなありがたいね、嬉しい、そう、なんかなんだろう、あ、そう、あのね、
私は今とってもショックなことがありまして、あのね、インスタのねフォロワーさんがめちゃめちゃ減ったの、急に。なんかね、ツイッターもそうなんだけど、なんかね、開くたびにすごい落差がすごくて、だから逆に開いた時にめちゃめちゃなんか急に50人単位ぐらいで増えてる時もあれば、なんかそう、また別の時に開いた時には急に50人減ってたりそう、すごいショックで。そう、なんか結構ツイッターって頻繁にそういうのがあったんだけど、そう、インスタがね急激にグンってなるのが初めてで、すごいちょっとね、なんかね、やらかしたかななんかインスタやらかしたかな、何してた私、なんだろう、あれかな、ストーリーの変な声でちょっと惹かれちゃったかなそう、なんかやっぱりさ、あれなんだよ、なんかこうフォロワーのさ数字ってどうしても目にドーンって入るじゃない。そうだからさ、どうしてもハッってなっちゃうよね。だからね、ちょっともっともっと知ってもらえるように頑張らなくちゃなと思っておりますね。え、そうなの、なんかね不思議と入れ替わりがすごくて、ツンデレなのかなとか言ってみるね、わ、見ないようにしよう、だってよくないよみんなでも本当にね、すごいいいねとかがめちゃめちゃ嬉しくて、だからこそ、そう、なんか本当に優しい、本当に私めちゃめちゃくだらんツイートいっぱいしてるんだけれどもなんか毎回そのどんなツイートにもまんべんなくいいねをしてくださっててね、えリプもありがたいよね。そう、インスタももちろんそうだし、あと質問箱とかもね嬉しいよね、ありがたいよね。いいねとリツイートはルーティンやだって、優しいね、ありがたい。ちょっともっとギャグ線磨こうギャグ線磨かなくっちゃ。あ、今インスタ自体をやめてる人もいるので、なるほど、結構でもあるよね、友達とかも結構いる。そう、なんか結構あの、なんて言うんだろう、すごい友達とかもそのアカウントで私のを見てくれてて、なんだけど、そう、ツイッターやめたんだよねとか、そう前聞いたな。そう、あと逆にインスタやめたって子もいるしね。なるほどね、そういうのもあるのかな。ねえ、確かにね、そのアカウントしてなくてもね、あれなんだよね、見れたりするしね。あ、受験生そうだよね、えらい、ちゃんとログアウトするのえらいね、見ちゃうもんね、だってわかるわその気持ちね。つぐみんの SNS はフォロー外さない、ありがとう、優しいね。でももっとね楽しいやついっぱいできるように頑張るね。ね、どんなのが嬉しいの、みんな。そう、それもそう、今日聞こうと思ってて、そう、なんかツイッターとかインスタとかどんなのがいいんだろうっていう。やっぱ写真があると素敵ってなる。うん、あー、確かに多いっていうのもあるよね。私も来年は1年くらい SNS、 あー、そっか、ちょうど受験だよね。そっか、ちょっと今のうちにいっぱい更新しちゃうね。うん、ありのままよろしく、ほんとほんと、くだらんのいっぱいしてもいい、うん、まあ、やっぱ写真嬉しい。そう、インスタ、そう、インスタはね、たくさん新潟のカフェとか載せたいなって思っております。うん、変な外人いらない、あれでしょ、自負かな、あれかわいいじゃない
あれよくない？私すごい好きなんだよ。なんかすごい幸せな気持ちにならない？見てて私だけかな？すごい好きなんだよね。そう、定期的にね、そう自負しちゃう。そうそう、自負画像そう、まめに載せてない自撮り、あ、たくさんあるの。そう、なんか結構一回自撮りするたびにもうめちゃめちゃ撮るのだけれど、そう、その中からどれでいいかなっていうのを毎回激戦してメールに送ったりしてて、そう、意外とね載せてない自撮りがいっぱいあるんだよね。載せてみようかな。そう、でもね、そうなの、自撮りね、なんかこうなんていうの、カメラロール見返すじゃない、なんか恥ずかしくなっちゃって自分ね、たまにね消しちゃうんだよねそう、だから残ってるかな、消しちゃったかな、ちょっと見てみるね。うん、あれ激戦、ちょっとごめん、また日本語間違えたかもしれない。あれ激戦か、あれちょっと待ってね、ごめんね、ちょっと日本語違ったかも、ちょっと待ってちょっと聞かなかったことにしといて。あ、厳選だそうですすまない、そう、厳選してるの。そう、厳選してるんだよ。そう、厳選ね恥ずかしい、ちょっとね、そう、毎回そうなの、写真をね、そう、厳選してそうなの。いやー、何も聞いてません本当にね、ちょっと怖い、本当に大丈夫かな、なんかあれなんだよね中学校卒業疑惑再演違うの、本当にちゃんと卒業してるからねやっぱり日本語って難しいなってすごく最近痛感をします、ショールームで。そう、本当に申し訳ない、恥ずかしいね、もうごめんねーぞ、今日も送るね。そう、あとなんかね、そう、みんなに聞こうと思ってたことがあったんだよな、なんだっけ、何だったかな、あ、思い出しました、あのですね、あれなんだよ、あの狩野と二人でこう何かをするとしたら、どんな、なんて言うんだろう、トーク、どんなトークが嬉しいですかっていうのを、そう聞こうと思ってて、そう、例えば、そう、なんか一個話してたのが、あのカタカナ禁止ゲームっていうのあるじゃない、なんかそれを、そう、カナと一個しようっていうのを考えてて、あともう一つ何がいいかなっていうのを、そう、ずっと考えていて、そう、英語禁止のやつね、なんかほんと、なんていうの、合間のちょこっとした MC というか、そういう感じのの何がいいかなすぐカタカナ言いそう、わかるわかる、絶対私やばいよねねえ、あ、濁点抜き難しそうね。そう、聞きシリーズ、そう、それもね、いつかしたいなと思ってたんだよね。うん、なんて言うんだろう、なんかゲームっていうのかな、二人でできるゲーム系とか、あと聞きたいこととかあったりする？あ、笑ってはいけない、確かに面白そう、いいね5年間のメンバー裏話、あ、いいね、裏話とかも楽しいかも。うん、あ、バビ語、バビ語ね、すごいよね、あれ難しそうなやつね。ああ、いいかも、ああ、いいかも、いいかも、ありがとう、参考にするね、たくさん。うん、あ、そう、あとね、今度もうしばらくかな、もうちょっとかな、
みんなにインスタのね質問箱で、そう、カノと私にね聞きたいこと質問を募集するかもしれない。だからぜひ考えててください。うん、ねえ、そうなの。そう、またね、そう、カドと配信したいなってね。そう、実はね来週の日曜日かな、そう、ちょっとね予定しているのでまた改めてメールとかでもたくさん告知するけれど、楽しみにしてて久しぶりに全身で動いてる姿が見れるかも、二人のうん、楽しみにしててください、ぜひ。うん、そう、そうなの、カドのダンススキル、そうなの、めちゃめちゃすごいでしょ。なんかね本当にもうなんか本当にとにかくこう振り覚えがめちゃめちゃ早いのよ。そうなのにめちゃめちゃ正確で綺麗っていう、本当に素晴らしい、めちゃめちゃ好き。うん、お、9月のおしゃべり会楽しみです。嬉しい、私も楽しみ。なんかそう、こうなんて言うんだろう、こういうショールームだとさ、こういうコメントでねみんなのが見れるの、こう見れるけど、そう、あのあれなんだよね、お顔がさ、そうやっぱり見れないじゃない。そうだからね、すごいこういう機会があるのがめちゃめちゃ嬉しいね。ある意味レアだよね、すごくやだ恥ずかしいかわいい、楽しみ、すごく。なんかどうしよう、何がいいかな。そう、髪型とかね、そう、着る服なんかさ結構決めてる子も多かったじゃない。なんかさ、私どうしようと思って全然一人で決めらんなくてそう、先のことがわからなすぎて何着よう、どうしようってのんびり考えてたら、いつの間にかね応募が始まってしまってねえ、そうなの。でもね、そう、ハロウィン、10月のハロウィンとかその付近には、そう、なんて言うんだろう、仮装というかちょこっとしたね、そう、なんかそういうのしたいなとは思っている。なんかその普段が難しいんだよね、なんかどういう服にしようっていう、なんか普通の私服しかなくって、そう、でも相手のめちゃめちゃ、あ、なんか何々系ってくくりにしたらいいのかな。そう、日程がそうめちゃめちゃ多いのよ。なんか迷っちゃってさなんかどこで何をしようとか思っちゃってね、ちょっといろいろ考えてみるね。あ、そう、生誕ティー、そうなの、生誕ティーをね、そう、どこかで着たいなと思ってて、なかなかそう、その去年のね、そう、生誕ティーシャツを着れる機会がなくって、そう、半袖だからね、あの夏の握手会で着ようかなって考えてたんだけど、そう、こうでもね、そう、リモートでも見れるもんね。うん、そう、どっかの日程で着たいなって思ってて、そう、ぜひ持ってるよって方はお揃いしてくれたら嬉しいななんて。うん、お、デザイン好き、嬉しい。そう、去年のはめちゃめちゃね、なんて言うんだろう、もうかっこいい系にしたんだよね。そう、そう、生誕ティー、そうだよね、確かに、そう、着れてないんだよね全然。うん、ねえ、いっぱいまた告知しなきゃ。うん、293、あ、え、もう何でも嬉しいよ。そう、思ってなかったとしても、てかもうまずね、こう対面できること自体めちゃめちゃ嬉しいからね。そう、楽しみ。うん、
ね、あ、すっぴん、あー、すっぴん丸一日すっぴんのおしゃべり会なんか斬新ね。なんかパジャマとかもありかもね。確かに、うん、ちょっとすっぴんねちょっとね、前尻が生えてからにしようかなね、あ、そう、メイクとかもね、ね、いいかもいいかも、うん、お、顔自体、本当ですか？渋谷なぎささんめちゃめちゃ好きなんですよ。嬉しい、恐れ多いありがとうございます。そう、眉毛の早待ちでうん、そう、眉尻がね、今ねそうなんだよ。あ、そうだね、量産型メイクね、いいかも。いろんなメイクしたいね。うん、なんか何がいいんだろう、ちょっとなんか決めらんないわねえ、だから本当にそう、その応募が始まるまでにそう明確にできなくって申し訳ないなと思っていた。うん、ねえ、ちょっと考えてみるね。うん、あ、制服とかいいかも、確かに。あ、だってそうだよね、最後の年だしね、高校生。あ、いいかもしれん、ちょっとネットで見てみようかな。ね、制服系ね、いいかもそう、ね、白っぽい色に、ほんと嬉しいね。え、ランドセル大丈夫ランドセルあるけれども黄色い帽子かぶっちゃったりしちゃうねえ、いやー、ちょっといいね、ちょっと広がる。ありがとう、みんなたくさん教えてくれて、とても参考になる。うん、あ、大丈夫、安心して、制服はね、そう、なんちゃってのやつを着るから安心してねえ、そうの、もうそうだよ、パツパツよ、ランドセル。なんかもうこの、なんかすごいあれよね、なんかたまにさ、学校帰りの小学生とかをさ見るんだけどさ、ランドセルが大きく見えるんだよね、かわいい。びっくりしちゃったよ。なんか結構前に、少し去年かなに配信で、そう、ランドセルをね数えた時があって、びっくりしちゃった、ちっちゃくて、もう肩がこんなになるの。そう、そうなんだよね、身長がね伸びて大変なことになっちまったうん、カーテンの柄の MV の制服好きとてもわかるすごくね、可愛いよね、あれ。そう、なんかああいうなんか茶色いベースのセーラー服着たいなって今考えてた。嬉しい。え、じゃあそういうのにしようかな。なんか可愛いよね、茶色って可愛い、ブラウン系の。うん、そうなっちまったそうそうそう、明日ラジオで新曲初披露。あ、そうなの、楽しみ。もうね、本当に早くみんなに聞いてほしい。なんかすごくきっとみんなも好きって言ってくれるだろうなって、曲の感じだからすごく楽しみだし。そう、明日ね、そうラジオで音源だけ初解禁されるんですよ、一足早く。そう、いやー、ちょっと楽しみ、早く聞いてほしい。そう、でもティザーにもね、そうちょこっとイントロが載ってたんだけど、良いでしょ。そう、もうイントロも好きなんだよね、早く聞いてほしい。
ね、歌詞も知ってほしいし嬉しいね、なんかすごくなんか嬉しい、うん、楽しみにしてて。テレレレンレレテン、いやー楽しみだね。ここで初解禁する危ない危ない本当にね、危ないね、ちょっと気をつけなきゃねえ、そうすごいなんかありがたいよね、なんか本当に待っててくれてありがとうって気持ちでいっぱいね。え早く聞いてほしいな。あとはなんだろうな、早くこう踊ってパフォーマンスしてる姿をそう見れる機会をお届けしたいなって思うね。え頑張ろう、頑張るね。いやーちょっと楽しみ、早く聞いてほしい。うんねえ本当に感謝だらけですね。なんかそう携わってくださった方にもたくさんなんかそう本当にねこうなんて言うんだろうな、一生懸命ね動いてくださったりね、本当になんかうまく言葉にならんですね、なんて言ったらいいんだろうな、感謝感謝だらけでそうね、そう MV も楽しみにしててほしいなって、うん、そうあの早速もうねあのティザーで映ってるのを見て、そうその場所に行ってくださってる方もいて嬉しいね。えまたそう今回の MV はまたみんながこう聖地巡礼できるような感じになってると思うのでぜひ楽しみにしててほしいなって思います。あ、そう今日8時半までです。今何時、あの時計で50分ということは今は8時くらいかな。うんそうだね、いい加減ちょっと時計直しなさいよって感じなんだけどねそう日本全国8時、あ、ありがとうございます。あと30分だね。え今日はたくさんお話をしてたしたただって、あ、そうだね、もう一つあとは48タイムズさんですね。なんかそのそのなんだろうイベントが始まった時はなんかめちゃめちゃ先だと思ってたんだけど、もうあっという間だよね、再来週かなに発表だもんね、11日。あー本当にねすごいなんか嬉しい、あんなねもう3位なんてあんな上に皆さんがこう連れてきてくださってね、なんかすごくその投票するっていうのがそう本当に大変なことだしね、そうお金もかかるし、そうなの本当にね、なんかそうなの大変な、そう自分でこうやってみて大変なことだってすごく分かったからね、なんかありがたいよねすごくね。だから本当になんだろうね、すごい全然自分から宣伝することができてなくて申し訳ないんだけどね、そうなのなんかメールねしかすごく言えなくてそれをそうちょっとねうって気持ちわかる本当になんかなんて言うんだろうな、ありがたいよねちょっと。そうでもねそうなの、3位でも本当にもうなんかもうそれで15ってぐらい素晴らしすぎる順位なんだけどね、そう11日
までにね、みんなと上位2位をね目指せたらいいなと思っててね。え、私もねちょっと自分で頑張るね。そう、家族もねちょっとやってみるって言ってくれてて、そう頑張るぞねえ、そうだからそういう意味で、そうツイッターでも一緒に頑張りたいですっていうのを言ってたんだよね。そうなの、なんかそう一緒に頑張りたいなって思ったの。そうねえ、頑張るぞねえ、だからもうそのためにもねちょっと自分磨きもめちゃめちゃ頑張んなきゃと思ってねえ、幸せ、本当恩返し、もうなんかこちらこそ恩返ししたいねえ、ありがたいくびれ作っといてよ、頑張んなきゃ頑張ろうねえ。なんかそう、でも本当になんだろう、なんかすごいね難しいね、なんかなんと言ったらいいのやらとかという感じなんだけど、なんかそうね無理はしないでほしいなっていうのもあるし、でも応援してほしいって気持ちもあるし、めちゃめちゃ矛盾してるのどうしよう、なんて言ったらいいんだろうな、難しい。でもね本当になんかなんて言うんだろう、言葉だけでも頑張れる。そうなんかすごくね、たまにそうなんかその投票ができなくて、そうできないんだけれど応援してますっていうのをたくさん送ってくれる子がいて、そうなんか本当にそういうのをね送ってくれるだけでもねめちゃめちゃ私の活力になっているので嬉しいね。そう、あとあれなんだよね、あれなの、なんだっけ、画像っていうのかな、そうたくさん作ってくれて嬉しい。そうなんかそうあれもね、なんかいいねそうしたいけど、なんかどうしたらいいんだろうっていうのをずっと思ってて、そうなんかそういいねってさ、その私を見てくれてる人に全部表示されるわけじゃない。そうだからなんかいいねしていいのかなっていうのもずっと思ってたんだけど、もう嬉しすぎてもう全部いいねしちゃった本当に嬉しい、なんかありがたい。本当はもう自分にこう関してのしてくれてるツイート全部いいねしたいくらいそうなんだけどね、嬉しいなすごく。もう多分ね全部いいねしてると思う嬉しいね、本当にありがたいよね。そうあれ待って、中間発表ってまだあるんだったっけか、あれこの前で最後で、あともう最初だよね、そうかそうか、早い。お宅のツイッター見てますか、めちゃめちゃ見てますよそうすごくね見てるんだよね、いつもニコニコしながら見てます。あおおう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 、もう一回ある、ほんと8日ってことはあと3日後だね。あーそっか、そこでもう一回やるんだ、そうなんだね、いやなんかドキドキしちゃうね、嬉しいね。なんかでもなんだろう、なんかこうやって今ねちょっとそうなかなか会えてない期間なんだけど、なんかこう一緒に頑張れるイベントがあることがめちゃめちゃ幸せだなって毎日実感してますねえ、嬉しいよね本当に。ねえ、なんかこうみんなでこう一緒になって頑張れるのってね、本当になんかこうイベントがあることも本当にありがたいしね、参加させていただけるのもありがたいしね、ねえ楽しいね一緒に頑張れるの、嬉しいですすごく。ねえ、だから私もみんなと一緒になって
頑張ろうと思うので、最後まで応援してくれたら嬉しいなーなんて思ってます。へへへへだってうん、ねえ、そうチャンスだよね。びっくりしちゃった。なんか最初その私ノミネートをしていただいてることを知らなくって、そうなんかすごいね、みんながノミネートされてるよっていうのを教えてくださって、そうびっくりねへへいただきましたへへそうありがたいね本当に。うんね、すごい、なんだろう、いっぱいねそういう嬉しい報告がたくさんできたらいいな。うん、そうなの、そう本人にはねそう知らされなかったんだよね。そうだから本当あのなんて言うんだろう、公式さんのツイッターで知っておおって感じ。そうなの、サプライズだね。うんつぶちゃんの輪を広げよう、嬉しいね、頑張るね私もこうやってなんだこれ、広げられるようにね。なんかそうすごくね思ったんだけどさ、なんか好きな推しメンのことをさ共有できる、そうお友達とかさファンの方がいたら絶対楽しいじゃないね。なんか私もみんながそう応援してくれてる中でそういう環境を作れるような人になりたいなって思ってるね。だからもっと知ってもらえるように、何がいいんだろうね、何したらいいかなね異様な動きしちゃったけどね、そうでもすごくねなんか応援してくれたのがきっかけでこう知り合えた方がたくさんいるっていうのをね聞いてすごく嬉しい。そう、そうこの期間そうなの、いろんなこと考えてた、みんなのコメントとかを見ながら。そうそうなので、それをね話そうと思うのだけれど毎回忘れちゃってて、あよかった今日ね全部話せたそうずっとね話そうと思ってたんだけどすぐ忘れてしまうんだよね本当にね。よかった、そう今日はね割とそうみんなに話したいって思ってたこといっぱい話せた気がする。うん、変に変わらないで欲しかったりもします。本当このままでいいのかなねえ、もう忘れてることないって言われるとねきっとあるんだよねなんかあったかな。そうよくねそう配信し終わった後にあーこれ言おうと思ったんだったっていうのがねたくさんあるんだよね。そうなの、忘れたことを忘れちゃうの、致命傷です本当にね。また思い出したらねちゃんと次の配信でうん、そう配信終わってから思い出すのよね本当。そうこのままでいい本当優しいねえ、そうなんだよねちょっと記憶力ね本当に。そうそううん、そうそれでメールに送ってくるまでが忘れた、よく分かってらっしゃるそうなんだよ。そう、あ思い出したよね、すごく思い出した今一個、めちゃめちゃなんか今までの話からそれって感じなんだけど、見て最近脇目を変えたの、あそうそう、それをねそうそうだ今日話そうと思ってたの。そう本当ね、こういうくだらんことも話したくなるんだよねみんなに思い出した、そう脇目を変えたの最近、ここねびっくりでしょ今までのね話とめちゃめちゃそうこれを言いたかった。
ね、本当にね、みんなにね何でも話したくなっちゃうんだよね、くだらんことも。だからすごい多分メールをねこう見てくれてる方は分かると思うんだけど、本当に毎日の何気ないくだらんことばっか送っちゃうんだよね。なんかみんなに話したくなっちゃうっていうか、分かるかな。そうそう、気づかないでしょ、それ言わないと気づかないでしょ、ほらそうなの、分け目をね変えたんですよそう、本当にねそういうのはねいっぱい送ってるのほんと、え、嬉しい、よかった。なんでもないようなことが幸せだったと思うね。ちょっといっぱい送っちゃうね、メールにね。うん、些細なことも話したくなるって嬉しい関係性。かわいい今すごくズッキュンした胸が嬉しい、なんかそう思ってくれるのが嬉しいよね、かわいい、愛おしいね、いっぱい話しちゃうねね、ほ、ちょっとねだんだんね毛が暴れてきましたね、たまにはメール返信書してくれるのね、気が向いた時にぜひしてあげて、喜ぶつぐみさんがうん、本当にねめちゃめちゃ毎日のルーティンだね、返信メール読む。そう、ちゃんと一日の中で返信メールを読む時間っていうのが絶対にあるってぐらいに読んでる。うん、そう、でもねメール読んでくれるだけでもめちゃめちゃ嬉しいんだよね。でもちょっとわがままを言えばね、ちょくちょく送ってくれたら嬉しいなーなんて思ったりする。うん、そうそう、読んでるんだよ、めちゃめちゃ読んでるんだよみんなの。うん、たまには辛いこともメールして、あ、でも確かに私あんまり辛いことってメールしたことなかったかもな。うん、そうなんだよね、なんかあんまりねあれなんだよね、そう、うん、わがままだなごめんねごめんねって言って、そうなの、ちょっとわがまま言っちゃったそうなんだよでもなんか楽しいメールが送れてたら嬉しいなっていうのもあるしね、そうそう、そう、物欲ねそうなの、そうなの、そう、メールをね書く時間がすごく好きで、そう、なんかそう、お風呂の中でのんびり音楽聴きながらメール打ってたりとか、そう、あとは寝る前に打ってたりとかね。そう、ほんともうね、なんて言うんだろう、私メールをそのメールの内容とかを書き溜めてない人なのね。そう、だからなんて言うの、本当にもう書いてる時に思ってることもポンって書いちゃう人なのよ。そう、だから本当リアルタイムですって感じなんていうの、伝わるかな、もうそう、めちゃめちゃリアルタイムなんで、あ、そう、朝メール、そうなの、私なんかいつも夜に書いて、そう、時間を設定してこう送っていただくことができるから、そう、それでいつもやってるんだけどたまにね、そう、寝る前とかに寝ぼけて書くと、なんかなぜかその送信する日程を設定しないで、なんて言うんだろう、下書きに保存したまんま送れてなかったりしちゃうんだよね。そうなの、だからそう、そういう時朝メールが届かないわけですよ、みんなの元にそう、だからね、
そうびっくりするよね、急に来なくなるとね。ちょっとね、もし来ないなって日はね、そう何かしらやらかしたんだなって思ってくださいそう、そうそう、一回夜中おはようメールが来たのはざわついたそうなの、本当にあれは事件で、あのね、あのそう、その時は夜に書いてたんだよねメールを。そうで、いつも通り送信日時を設定して送ろうと思ってやったら間違えてね、なんかそのなんだろう、なんて言うんだろう、その場で送信をしちゃったのね夜に。そうで、あのメールって送れる時間が決まってて、夜の11時までがその時間のルールなんだけど、11時過ぎてたのかなその時に送信したから、あやばいって焦ったんだけど、あでも11時過ぎてるからきっとまた明日の朝にこう繰り出されて送っていただけるんだろうなって思ってたんだよね。そう、そしたらそう、なんかバグかな、バグか何かで、あのめちゃめちゃ夜中に届いてしまって、おはようっていうめちゃめちゃのんきのメールが夜に届いて、そうびっくりしたよね。なんかそうなんか自分がおかしいのかなって思っちゃうよね本当に申し訳ないわね。そうしかもね、その日、そう実はを言うと、その日ね、あの MV 撮影の日だったんだよね次の日が。そうだからもう早起きが確定してて、そうだから、そうこれはもう絶対早起きだしと思って、そうもう朝に送る想定だから今日は朝に起きてますっていう文を打ったのねその時そうそしたらちょうどそのメールが夜中に送られてしまったがゆえに、えもしかしてつぐちゃん嘘書いてるのみたいになっちゃったのよ本当に恥ずかしいと思って本当に恥ずかしくて、でもいつもはちゃんとその朝に起きてる時はその時に朝に起きて書いてるよって書くんだけど、本当にその日だけあの MV だったから、あもうこれは朝だよねと思ってその時だけ書いちゃったんだよね、恥ずかしい。そうだからなおさらね焦ってたんだよね、あやばいこれちょっと嘘って思われちゃうかなと思ってそうそうなの。でもねちゃんとね朝に起きたから本当っちゃ本当なんだけど、その時間帯によっては嘘だよね本当に恥ずかしいわねえ、めちゃめちゃ恥ずかしくないそうしかもねその日ね自分でね朝起きた偉いとか書いちゃったのメールに、恥ずくない、私めちゃめちゃ恥ずくない恥ずかしすぎるもうあれはね私の中で黒歴史メールですねいやー面白かったね、ちょっと自分でも気づいて笑っちゃったねえいやーそういろんなハプニングがあるのよ、うん本当にねちょっとそういうとこ気をつけなきゃだよね本当やらかしがちメールってね慣れてますから本当にいつもご迷惑をおかけしてます本当にいやーうん、あごいじぽありがとう、いつもね時間も本当に時計を直しなさいって話よね本当にそう未だにね10分遅れてます私のお部屋の時計ねいやーそうなんだよね、でも楽しく見てくれてたら嬉しいなってね、ちゃんとメールをね取ってなかったも、そうツイッターとかインスタとかね楽しんでもらえてたらとっても嬉しい限りです。うん
今見たらそのメールに朝に起きたよ、えらい、かっこ当たり前って書いてあった。恥ずかしすぎる、恥ずかしすぎるんだが。めちゃめちゃ恥ずかしいね。そう、本当にさ、そうなの、朝起きるのは本当に当たり前なんだよね。そうなのね、当たり前な上にさらにそれを夜に書いてるからね。恥ずかしすぎる。いやー、そう、ちゃんと自分で偉いって言っちゃってるからね。そう、本当にあのメールに限って、本当にそうなの、あのメールで全てがね、いろいろとね、最悪な事態が重なってたのよ。そう、恥ずかしいね、本当に。そう、もう自分で偉いって言っちゃうからね。そうなんだよ。いやー、でもなんか楽しいね。みんなが面白くて楽しい。そう、その、1ヶ月ぐらい忙しくて編集できなかったけど、今日からまたメールの返信始める。ありがとう、無理しない程度で、たまに送ってあげようかなって時に送ってくれたらとっても嬉しいね。そうね、でもそう、みんな本当にお疲れ様だよね。学校とかもそうだし、勉強もそうだし、あとね、家事とかもそうだしね、うん、あとお仕事もそうだし、バイトもそうだしね、なんかね、たくさんこうみんなが応援してくれてるみたいに、そう、実は私もめちゃめちゃみんなのことを毎日応援してるの、伝わってるかなって。そう、本当に応援してるんだよね。受験とかもそうだしね、うん、そう、もうみんなはね、存在してるだけで偉いんだよ。そう、偉い偉いって。そう、よくね、自分が頑張ったなーって日はね、自分で偉いって言う。めっちゃ変な人だよね。そう、自分で偉いって言っちゃうね。だからみんなも自分はいっぱい褒めてね。うん、おっ、1万わっ超えた、ほんと、あっ、なった、嬉しい。1万7人の皆さん、嬉しいね、ありがとうございます。たくさんありがたいね、この夜からね、ありがとうございます。恥ずかしい、くだらん話しかしてないけれども。嬉しいね。うん。お、残り5分、ありがとう。あっという間だね。つぐちゃん、いい、いい。嬉しい。ね。ね、ミラーボールって、そう、ねえねえ、そうそうそう。ミラーボールって何なの？何なの？ちょっと日本語。なんかね、そう、たくさんね、そう、この前の配信終わりに何人か言ってくださる、言ってくださった方がいて、なんかミラー、どうやらね、ミラーボールが出てるらしいのよ、ショールーム。でもね、私のところはね、そう、何にも出てないの。みんなのところで出てるのかな。あ、アイテムなんだ。え、それって何なの、パーリータイムみたいな感じ、どういう感じなんだろう。あ、視聴者さん向け、そうなんだね。なるほどね。なんかあれかな、つむつむで言うフィーバータイム的な感じなのかな、そういう感じ。あ、カラオケを盛り上げるためのギフトなんだって。あら、痛い。足元。ったそうなんだ、素敵。知らなかった、そうなのね、帰りたい。なるほどね。そっか、そっか、じゃあ私のところから見えないってことなのね。一応今出てるってことなのかな。みんなパーリータイムだよ今。ねえ、なるほどね。じゃあまたカラオケするね。ね、
パリピさんね。ほんとじゃ。パリピ。ねえ、そう見えてないんですよ。ありがとう、教えてくれて。そう、言おうと思ってた。そう、これも言おうと思ってた、今日。ほんとに。みんながね、いつも思い出させてくれる。ほんとに。もうみんな頭の中にいてほしい、私の。ほんとに。ね。そっかね、カラオケね、またするね。うん、なるほどね。お、電池節約モードを無効にして、え、やってみるね。あ、あのね、電池ね、節約モードなんてなかった。なんだろう、やっぱ設定なのかもね。設定なのかな。や、ちょっとやってみる、設定ね。ちょっとみんなとパーリータイムしたいもんね、私も。ね、そう、充電ねされてなかった、今見てみたら。うんね、ちょっと設定したら教えるね、またみんなに。うん。あ、ありがとう、たくさん時間を。残り2分か、どうしよう。あ、そう、これもそう言おうと思ってた。私最近スクショタイムをずっとしてなかったなと思いまして、そう今日はしようかなと。ねえ、いつも本当にありがとうね、皆さん。私本当に止まれない人でさ、そう、その中でたくさんスクショしてくれてね、ありがたい。何がいいかな。じゃあ分け目アピールしようかな。これちょっと違うよね。あ、待って、あ、ちょっと分かんない。やめよう、やめよう。ちょっとね、おかしい感じになっちゃう。これは多分ジュアルスクショ行きです。恥ずかしい。そう、そう、最近っていうかずっとね、ここ最近インスタのストーリーでやってるので、ぜひ見てください。何がいいかな。動いちゃう。めちゃめちゃ動いちゃうよね。難しいよな、何がいいだろう。うん。ハート、できたかな、できたかな。ちょっと結局止まってないんだよね、私。すまない。そう、動いちゃう。初心者感。とにかくつぐつぐしてみるね。はい。はい、動きましちゃった、動きましちゃった。にゃー、うん、ナイキス届いたかい。あ、お時間ありがとう。たくさん時間もね、毎回みんな教えてくれてありがたい。ペチーンって。ありがとうございました、本当に。1時間半ね、いつもありがとうございます。改めて今日はたくさん話せた気がするね。ね、シングルもホワイトイトタイムズさんもたくさん嬉しい報告ができるように頑張りたいと思います。バイバーイ。嬉しい、1550人の皆さんありがとうございました。バイバイ。またね、また配信するね。